ストレッチでございます。これね本当にすごいマジックワードでございますよ。私これを使い出してから本当にいろんなことがね、もう自己肯定感と自己効力感が爆上げされております。自己肯定感と自己効力感がアップするとね、人生生きやすいですよ。はい、はい、自己コントロール能力がね上がってくるんですよ。自己効力感がアップするとね。ですからだいぶコントロール能力上がっております。ということで、愛してる大好きありがとう口癖にしてください。そのこの言葉を使いながら、ストレッチを行っていきます。ありがとうストレッチです。はい、では今日もね早速いきましょう。まずですね、一つご説明でございます。昨日ね、ももの上までほぐしましたので、ももの上のほぐしのご説明をしましたので、今日はこちらももの横さんのほぐしでございます。横さんはですね、お膝つま先が天井向いてたらもも横、もも上で、このつま先とお膝をちゃんと内側に入れてください。そうするとももの横さんが出てまいります。で、そこをぐいぐいほぐすっていうことです。ここはね、ももの横を張ると、もう腰痛とかに本当になるんですよ。私もなりましたけれどもね。なので、ここをしっかりほぐす。で、ここのほぐしをしたら、これごめん。昨日言ったね、ももの横のほぐし。ももの横のほぐしをやりましたので、この、今度、さらにここをほぐすんですけど、そのくるぶしですね。くるぶし、反対側のくるぶしさんを、ももの横さんに当てます。で、これを上下に動かしてしごく。もう最初ね、ちょっとももの、ちょっと上ぐらいしかできない場合もありますが、これをね、結構盛大にこう動かしてももの横をほぐすとちょうどいいです。このくるぶしさんがとってもいい働きをしてくださいます。で、痛いです。痛いけど、ここほぐしたいので、ぐいぐい2回、ツーイートね、ここをほぐすと思ってください。これをほぐして、くるぶしさんを使うことで反対側のお膝さん、股関節さんもね動いてきます。あと上半身もね大きく動かすと上半身の緩みにもつながります。はい、ということで、ももの横さんのくるぶししごきを今日はご説明しました。ありがとうございます。はい、では早速始めていきましょう。今日のね、まずはビフォーアフターが重要でございます。ビフォーをチェックしてアフターをチェックする。そうすると、変化が出ますので、その変化が継続へのモチベーションになります。はい、そして笑顔で行いましょう。笑顔で行うことで呼吸をしていきますよ。呼吸をするとボディが緩みます。はい、では早速いきましょう。両方の足を長座さんで伸ばしていただいて、両方の手を前にしたら、今日のボディの調子を、シスターデフォルトがですねだいぶ下がってきております。背中の位置もだいぶ落ちてきました。前はね、この手の位置も辻松の上側だったんですけど、最近ちょっと下側まで来てます。今日もでもボールをたくさん踏みました。ボールね、テニスボールを踏むっていうやつやると思うんですけど、あると思うんですけど、音が鳴らない。どうしたんでしょうか。大丈夫です。はい、テニスボールを踏むということがあるんですけど、シスターが踏んでるのは野球のボールテニスボールストレッチって結構ベーシックであると思うんですけど、野球のボールってね硬いんですよ。まあ、で、野球のボールって言っても100均さんというところで購入した野球ボールなんですけど、それをですね結構大きめのやつを足でグッと踏むと、つま先の角度がこういう角度になってギューって、で、ふくらはぎ裏側が伸びてくるので、それなんかもおすすめですよ。100均さんというところで売っております。ぜひやってみてください。それが効いてるなと思います。はい、ではつま先の位置、膝裏の位置、膝裏も降りてます。ももの張り具合もチェックしていただいて、ここは変化が出てきますので見ていきましょう。はい、では早速いきましょう。左足の上に右足さんを乗っけて、指を横、足指を横に開いて縦に振るところからいきます。愛してる大好きありがとうを2回言うと8カウント。もう1、8必要な時はシスターがワンモアエイトって声をかけさせていただきますので言ってください。はい、では行きましょう。横に開いて縦から、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、
愛してる、大好き。手と足、握手。足の甲を持って足先ねじり。せーの。愛してる、大好き、ボディごと。はい。愛してる、大好き、ボディを大きく動かします。まず下側を持ってねじります。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。くるぶしを持って振ります。足振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大に。くるぶし持って回します。愛してる大好き、ここもボディごと。ありがとう、笑顔でね。はん、あ、もう一回。愛してる大好き、ありがとう。反対回し。愛してる大きく、大好き、ありがとう。はい。愛してる大好き、笑顔でね。はい、では足を持って足振り。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、足だけ振り。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では右足のふくらはぎさんを置いていただいて、体重かけて、きゅうりの塩もみでございます。ふくらはぎさん、せーの。愛してる大好き、体重かけて、愛してる大好き、ナイス。はい、土まず内側、あ、違う、お膝のちょっと上、ひっかいさん、せーの。愛してる大好き、体重かけて、ありがとう。愛してる大好き、ではももの内側どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、ではお膝さんをひっくり返します。で、今ふくらはぎの外側さんどうぞ。愛してる大好き、これも体重かける感じで声出してね。愛してる大好き、ありがとう。はい、ではお膝を立てます。ふくらはぎの裏側さんです。親指をぐっと、掴んでほぐします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で。膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、この流れでもも裏ぐいぐい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、内ももゆさゆさ。愛してる大好き、ももをゆす、掴んでゆすってます。愛してる大好き、反対側どうぞ。もも外大好き、ありがとう。もも外ゆさゆさ。愛してる大好き、ありがとう。膝裏ぐいぐい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。膝下ブラブラ持ち上げて。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではももを伸ばして、もも上ぐいぐい。肘でも手でも、それの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。ではお膝つま先内側、今日やったとこ、もも横ぐいぐい。せーの。愛してる大好き、ありがとう。痛い痛い。愛してる、ここついていきます。もも、せーの。大好き、ありがとう。はい。愛してる大好き、笑顔で。ナイス。はい、そして今日やったのがくるぶししごき。くるぶし置きます。せーの。愛してる大好き、ありがとう。痛い痛い。ありがとう。お前、愛してる大好き、ありがとう。聞きましたね。ナイス。はい、ナイスです。ではこの左足さんを置いて、右足さんを後ろに畳んで、もも横、腰の横ですね。右足の腰の横、ぐいっと体重かけてほぐします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ここもワンワイド。せーの。愛してる大好き、ありがとう。念入りに。愛してる大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばします。骨盤転がし、左手のお膝の外に、左膝の外に左手、右手はお尻さん、ペタを掴んで腰骨を大きく動かします。はい、では右側の後ろから、せーの。愛してる大好き、ありがとう。盛大にここ、愛してる大好き、お顔正面で。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では右手を右腰の横、左手は左腰、
ごめん、左手が左の腰の横、右手が腰、肘、肩を大きく回す。骨盤ねじり、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。これが最後ですよ。愛してる、大好き。ワンワン、エイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではここでいいですポーズ、どうぞ。いいです。笑顔でね。ちょっとここ斜めになってるところで、背筋さんも使っております。いいです。ありがとうございます。頑張った。自分とみんなに拍手。はい、ではチェックタイム。両足を伸ばします。で、今やった右足さんですね。せーの、どうぞ。おー、しずさん、だいぶいきました。はい、左手だとこんな感じ。右手はもうちょい倒れて。いいですね。はい、お膝の裏も触りました。ももの感じも違います。はい、では変化ございましたでしょうか。ご自分のね、変化を覚えておいてください。はい、ちょっと休憩、水分取ってください。うん、いただきます。うん、水分取っていかないと、デトックスね、ストレッチの後にデトックスで老廃物を流したいと思いますので、水分はいつでもお取りください。シスターがお取りいただいているのはさゆさんです。左右さんはとってもいいですね。朝はまず起きたら左右さんをお飲みください。では左側早速いきましょう。おー、はい、ではポジションを変えて左足さんのチェックから伸びしろたっぷり。はい、これも思い出して言葉をね、コントロールしていきましょう。言霊、言霊、スーパー言霊伝道師のシスタヒロミです。こんにちは。はい、では左足さんに、あ、右足の上に左足さんを乗っけて横に開くところからスイスイいきますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、手と足、握手。はい、握手して足の甲を持って、あ、つま先ねじり、せーの。愛してる、大好き、ボディーごと。はい、愛してる、大好き、笑顔で。はい、土踏まずの下側、せーの。愛してる、大好き、大きく動かして。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、くるぶし持って振ります。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、回します。愛してる、大好き、肘ごと大きく、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔で。反対回し。愛してる、大好き、ありがとう。継続は力なり。愛してる、大好き、ナイス。足振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、足だけ振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、両手両足振り、チャレンジ。はい、背筋を伸ばして、ボディを倒して、両足アップ、両手アップ、盛大にどうぞ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンワンエイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、チョキのポーズでキープ。はぁ、できましたか。はい、ではついでにイルスポーズ。たらー。さあ、足はどっちでもいいです。ボディ斜め後ろにやります。キャー、はい、いいです、ナイス。はい、では左足さんのふくらはぎを下ろします。右足さんは後ろ、左足さんのふくらはぎ体重かけて、せーの、キュウリの正面に。愛してる、大好き、ありがとう。体重かけて、愛してる、大好き、笑顔で。結界さんどうぞ。愛してる、大好き、お膝のちょっと上ですよ。はい、愛してる、大好き、内ももさんどうぞ。愛してる、大好き、体重かけてほぐしてますよ。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝さん両方反対側にひっくり返して、左膝ふくらはぎ外側どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。お膝を立てて、はい、ふくらはぎ裏側。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。膝下ゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お皿周りゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。大好き、あ、もも裏ゆさゆさ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、
うちももゆさゆさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、外ももゆさゆさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝下ブラブラ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、このお膝を後ろに置いて、あ、ごめん、もも伸ばして、もも上、ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、ありがとう。そうだ、愛してる、ここやらないと、ありがとう。つま先、お膝、内側、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ここから、わもわいといきます。愛してる、大好き。ここ、念入りに、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で、くるぶししごき、今日やりました。くるぶしさん乗っけて、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、わもわいと。愛してる、大好き、盛大に。愛してる、大好き、ナイス。その足を前に置いて、後ろ、左足さんを後ろ、左の腰さんもほぐします。体重かけて、せーの。愛してる、大好き。大腿骨の付け根です。愛してる、大好き。ワンモアエイト。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。背筋を伸ばして骨盤、骨盤転がし。右手のお膝さんの外に右手。左手さん腰、背中、丸めるのコーナー行きましょう。せーの。愛してる、大好き。ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。盛大、ワンモアエイト。盛大に、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。背筋を伸ばして、右手さんを右腰、左手さん腰、腰、肘、肩。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ワンモアエイト。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。おお、では両足骨盤転がし、座骨さんが痛い方はマットを畳んでください。座骨さん、お尻の下の骨、座骨さんですね。はい、では両足は肩幅ぐらいに開きます。背筋を伸ばして、骨盤を丸めるのと前に倒すのと、いきましょう。せーの。愛してる、大好き、盛大にどうぞ。愛してる、大好き、大きく、ワンモア。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。では最後クイックです。頭の位置を変えずに骨盤だけ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアエイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。できました。はい、では両足終了。最後インデスポーズ、ボディを倒す、足を上げる、ちょっと曲げる、はい、両方の手を丸で、前の肘を少しねじってボディ斜め、はい、いいですと叫ぶ。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。頑張った、自分とみんなに拍手、イエーイ。バッチリです。はい、ではチックタイム、両足を伸ばしましょう。今やった左足さんですね、見てみましょう。はい、左足さん、おー、倒れましたね。右足さんもいい感じ。はい、膝裏さんも伸びてきました。バッチリです。ありがとうございます。さあ、ご自分のボディの変化いかがでしたでしょうか。やってみてね、変わってみた、変わったなーなんて思ったら、コメント欄にもね、お書きいただけたらと思います。とってもいいです、いいです。はい、ありがとうございます。さあ、ではシスターの小口さんでございます。やってみるとあっという間でございますよ、本当。ちょっと順番も変えたらさらにあっという間になりました。はい、シスターひろみのいいですビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字、3月26日14時と18時、会場は新宿新大久保スタジオエヴァでございます。私のスタジオでやっております。こちら私のですね、私はパントマイムを修行していた東京マイム研究所っていう場所がございまして、そこで並木隆夫先生という先生のもとで私はパントマイム習ってました。その2年間の修行を終えてですね、卒業公演を自分で企画して自分でやるっていうね、公演があって、それをやった時の映像が奇跡的に残っておりまして、その映像を見ながらシスターがトークするっていうね、素敵な企画、初公開、当時の映像初公開ですよ。おー、すごいっつうか怖いっつうか楽しみ。はい、ではこちらぜひ見にいらしてください。概要欄の方に詳細もね貼っておきますので、あとこちら QR コードございますので、こちらでお申し込みいただければと思います。はい、ということで
今日ね無事に終了いたしました。ありがとうございます。今度のひろみの日の日は3月26日土曜日ね、次でございます。はい、ありがとうございました。今日もご視聴いただきご参加いただき本当にありがとうございました。愛してる、大好き、ありがとうの言葉を口癖にしていただいて、あなたも世界平和に貢献してくださいませ。よろしくお願いいたします。私も世界の平和をこの言葉で作っております。はい、ということで素敵な、土曜日をお過ごしください。ごきげんよう、幅のアイスで、あ、また明日と今週は日曜日とあと火水木金全部できます。9時からやってますのでご参加ください。ありがとうございました。ごきげんよう、幅のアイスで、ちゃお。私これから東京マインカレッジの土曜クラスに行きます。ごきげんよう、幅のアイスで、ちゃお。